都市再開発。都市再開発とは、規制の市街地を再整備、再開発すること。英語には、アーバンリニューアル、アーバンリニューアルという概念があり、日本語では、都市更新と訳される。日本では、都市再開発法に定める、市街地再開発事業を指すことが多い。この他の都市再開発には、特定外区制度や、総合設計制度を用いる場合、都市計画及び、 関連法による法定計画。例えば再開発促進区が定められる場合、任意に事業が行われる場合、例えば工場は土地開発などがある。都市計画法12条一項覚悟に掲げる都市の開発事業に市街地開発事業がある。地方公共団体などが一定の地域に総合的な計画に基づいて公共施設や宅地といった建築物の整備を 一定的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としている。市街地開発事業の一つで、新都市基盤整備法に基づき、大都市圏における健全な新都市の基盤を整備し、大都市における人口集中と宅地需給の緩和を図ることを目的とする。事業は新都市基盤法第5条により、すべて都市計画事業として施行し、大都市周辺部にあって、 新都市として開発されるべき自然的、社会的条件を備えながら、現状では都市化が困難な地域において、法第6条によって、地方公共団体、または都市再生機構、旧都市基盤整備公団または旧地域振興整備公団が事業主体となって事業を行うと定められている。施行者は、施行区域内各筆の土地から一定割合の土地を取得した後、 管知方式による土地整理で道路、鉄道、公園、下水道等の根幹的公共施設及び開発誘導地区に充てるべき土地を整備することより新都市の基盤を作るとされている。なお、開発誘導地区とは都市として開発するための中核となる地区として一段地の住宅施設、教育施設、医療施設、観光庁施設、 購買施設などを誘導するための土地の区域を言う。施行区域のうち、根幹的公共施設及び開発誘導地区を除く、その他の民有地についてはあくまで土地区画整理事業に、順次公共現部、管地による地区の整備を行うこととされている。なお、新都市基盤整備事業は、これまで実施例はない。新都市基盤整備事業を定める場合の基準は、 新都市基盤法第4条により、次の通りである。以上の施行区域の要件及び都市計画の基準に、従って、新都市基盤整備事業の都市計画には、都市計画法第12条、第2項、都市計画法都市計画令、第7条、新都市基盤法第4条第1項に基づき、市街地開発事業の種類、名称、施行区域、施行区域の面積、 根幹公共施設のように供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置、規模、開発誘導地区内の土地の利用計画を定める必要がある。首都圏の近郊整備地帯、近畿圏については、近郊整備区域といった都市開発地域での工業団地造成を都市計画事業として、地方公共団体、都市再生機構、経過措置が行う市街地開発事業、 団地造成時の一つ。計画的な市街地整備で工業都市として発展させるほか、帰省市街地への工業産業及び人口の集中抑制と周辺地域への適正分配、配置によって製造工場等の敷地の造成と道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設を合わせて整備することで、首都圏及び近畿圏の秩序ある発展企を目的としている。 事業家には、都市計画法に基づく手続きのほか、施行計画を定めて、国土交通大臣、市町村自治体施行の時は、都道府県知事に届け出る。また、造成敷地等を処分しようとするときにも、処分管理計画を定めて大臣に届け出なければ、ならないほか、この工場用地の譲渡を受けた者は10年間の処分制限を受ける。開発インターチェンジ制度では、 高速自動車元の開発事業では、工業団地造成事業を、事業者が遂行できる。主な例として新帯広工業団地造成、帯広市産業開発公社運営、合津北方中核工業団地造成事業、旧地域振興整備公団、福島県北方市、神戸三田国際公園都市、大生京工業団地、三津海道都市計画事業工業団地造成事業、 茨城県上総市、北節三田ニュータウン、入間市鞘山台工業団地造成事業、龍ヶ崎ニュータウン、など。その他、高崎市高崎工業団地造成、ハッサム工業団地造成、鏡町、大谷工業団地造成、吉和工業用団地造成、伊よし三谷工業団地造成、蟹工業団地造成、吉野がり石工場団地造成計画。 長電や工業団地、府北部産業振興工業団地造成諫早市、諫早中核工業団地造成、国母工業団地工業団地造成、鹿島臨海工業地帯、鹿島臨海工業団地造成事業、などがある。この市街地開発事業と都市計画法で定める都市施設のうち団地など住宅施設の一団地単位での住宅施設開発、 観光庁施設の一団地単位の観光庁施設、開発、流通業務団地開発などを合わせ、面開発事業とも呼ばれている。流通業務団地造成事業とは、都市開発手法の一つで、流通業務団地について、流通業務市街地の整備に関する法律、第2条、第2項に定められている事業、都市計画法と流通業務市街地の整備に関する、 法律の定めによって建設される流通業務施設の全部または一部の敷地の造成、造成敷地の処分、敷地と合わせて整備されるべき公共施設や公益的施設の敷の造成またはそれらの施設の整備に関する事業のうち都市計画事業として施行されるものを言う。流通業務団地は流通業務地区と呼ばれる土地区域があり、 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2で、流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること、良好な流通業務の団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること、その区域の大部分が建築物の敷地として利用されていないことなどの要件を満たすことが定められている。流通業務団地造成事業の施行者は、 地方公共団体、都市再生機構または地域振興整備公団と定められている。流通業務団地の例として流通センター、札幌市の地域地区、流通業務地区、約230ヘクタールのうち、約154ヘクタール、松本流通業務団地、長野県笹が、松本市、千歳市工業団地内流通業務団地、花巻流通業務団地、花巻市、 独立行政法人都市再生機構運営、ライブ流通業務団地、大分県大分市、神戸流通業務団地、神戸流通センター、卸町駅、宮城県北川流通業務団地、北大阪流通業務団地、鹿児島西インターチェンジ流通業務団地、加藤市加藤流通業務団地などがある。都市再開発は、以下の都市整備事業手法で行われることが多い。国土交通省、 旧建設省所管で、市街地のまちづくり活性事業として、市街地整備の推進施策に位置づける、市街地再開発事業等、都市局都市再開発課担当は、以下の通りである。国土交通省、旧建設省所管で、市街地のまちづくり活性事業として、住宅局市街地建築課所管、再開発の促進施策に位置づける、都市再開発は、以下の通りである。 都市の再開発及び都市拠点の形成を図る事業を推進するため対象となる事業に関連して道路、都市公園、下水道、河川等といった必要となる公共施設の先行的かつ集中的な整備に対する国庫補助業。対象となる事業は市街地再開発事業、法定再開発のほか土地区画整理事業、地区再開発事業、 有料建築物等整備事業、都心共同住宅供給事業で、有料建築物等整備事業の要件に該当するのである。市街地改造法は、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律、昭和36年法律第109号といい、1969年に都市再開発法が創設されるまでは、公共施設の整備を行う場合、 市街地改造法による市街地改造事業によって国庫補助を受けて当該事業に必要な土地取得を行い道路や広場といった公共都市施設と施設建築物とを一体的に整備する都市再開発を行っており大阪市の大阪駅駅前地区や東京都内では港区の新橋駅駅前地区1966年の神戸市三宮市街一改造事業では この事業制度を利用して再開発事業がなされた。日本では市街地再開発事業を行うため都市再開発法があり、第1種及び第2種市街地再開発事業について規定している。同法に基づく事業、都市計画事業を一般に法定再開発と呼び一定の要件を満たした場合、国の補助金などの助成が行われる。 都市の開発の手法としては、大正時代から、高知整理法、1909年による農地の高地、整理や、これを順用した都市の区画整理が行われてきた。戦後に、都市区画整理法、1954年ができて、都市区画整理事業による再開発が進められてきた。しかし、強調な敷地に、権利者、土地所有、借地、借屋など、が、 多数存在している地価の高い都市市街においては、土地の増加や現部を行う、土地区画整理事業を進めるのは困難であり、また土地を整理するだけの制度のために建築物の整備が伴わない問題があった。そこで、都市施設整備と合わせて、建築敷地を集約して、中高層共同ビルを建設し、その床に関係権利者が権利を移して入居できるように、 公的支援する制度として、防災建築外区促進法、1961年と、市街地改造法、1961年を制定した。後に、これらを一つにまとめて、都市再開発法、1969年を制定し、都市計画事業として、市街地再開発事業を行うようにした。都市部の再開発事業は、この市街地再開発事業、 法定再開発とも言うが多い。土地区画整理事業と組み合わせる合併志向の事例もある。市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため、都市計画法、昭和43年法律第1 0及びこの法律、第7章を除くで定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地整備並びに、 公共施設の整備に関する事業ならびに、これに付帯する事業を言い、第三章の規定により行われる、第一種市街地再開発事業と第四章の規定により行われる、第二種市街地再開発事業とに区分する。都市計画法に基づく、市街各域の整備、開発または保全の方針の一部として定められて、いたが二千年の法改正により、独立した。 都市計画になった都市計画法第7条の2都市再開発法第2条の3この方針は都道府県が規制市街地の中で再開発の必要があると認めた区域について再開発促進地区などを示すものである方針なので具体的な権利制限は伴わない一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域として 地区計画により建築物の用途、容石率等の制限などを定める。なお、かつて、再開発地区計画という制度があったが、2002年の都市計画法改正により、再開発等促進区に再編された。市街地再開発は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新等を図るため、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに、 従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに、公共性の整備に関する事業並びに、これに付帯する事業を言う。鉄道駅の周辺で駅前広場を作るとともに、商業ビル等を建設する駅前再開発や、都市部で狭い道路に面して低層の建物が密集している地域など、共同化ビルを建設する事業が典型的なものである。 中高層の施設建築物、いわゆる再開発ビルを建設し、再開発の区域内の土地、建物等の権利者は、再開発事業前のそれらの権利の被体に対応する、再開発ビルの床、権利床及びそれに対応する土持分を事業者から取得する。これを権利返還という。権利返還を希望しない者は、事業者から権利額に相当する金銭等を受け取る。 権利床に加えて、余分の床、保留床を建設し、これを売却することによって、事業費を調達する方法が通常取られている。再開発区域内の土地建物を、再開発事業者が一旦買い取って、事業後に入居希望者に再配分する手法。保留床を売却し事業費を賄う手法は、第一種と同じ。区域内の土地建物の権利者のうち希望するのには、 買い取る代わりに施設建築物の床を提供する。第二種は、防災上などで緊急性の高い事業について認められる。公共団体が実施するもので、個人、組合志向では不可。なお、第二種は1975年の法改正で導入されたもので、事業区域が広いと権利者も多くなり、権利返還までに非常に時間がかかることから、事業者に、 土地収容の権限を与えることにしたもの。大阪の安倍のが適用第1号である。都市再開発方針によって計画的な再開発が必要とされた市街地等で敷地等の共同化による公共施設または公共駐車場の計画的整備に資することとなる建築物及びその敷地の一体的整備を行う再開発事業を地区再開発事業という。 制度としては、当該事業について補助が得られる。阪神、淡路大震災による被災市街地の早期復興と被災者の生活再建を、図りかつ災害に強いちづくりを実現するため、被災市街地復興特別措置法、平成7年法律第14号5条1項に、規定する被災市街復興推進地域等において、市区町村が策定する復興に関する計画に、 従い実施される市街地再開発事業。具体には補助対象の拡充措置がなされている。その内容は、五分の二非常災害時補助率の適合や、地区施設の一部を補助対象に追加するといったものなどである。大都市の規制市街地等において、都市機能の更新と市街地の整備改善、業務各都市の整備や都市拠点の形成等を目的として行う事業。 特定再開発事業は1981年に事業制度が創設されるが、その後に被災市街地の復興や密集市街地の整備改善、都心の低未利用地の行動利用等を目的とした事業を加え、名称も都市機能更新事業となった。手法には、土地区画整理事業と市街地再開発事業が活用され、大都市の規制市街地等において、 土地区画整理事業により公共施設の整備と都市機能の更新を一体的かつ総合的な市街地の再開発を進むすべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図っている。事業志向は土地区画整理法第3条の2第1項の規定により面積規模は原則16ヘクタール以上一段の国有地や公有地等を活用する場合には5ヘクタール以上かつ 関係する地方公共団体からの要請について事業実施される。主な事業に交通欠接点整備である仙台市安都長町地区 UR 都市再生機構の主導の下で行われている天ヶ崎緑油新都心キリンビール天ヶ崎工場跡地開発神戸ハーバーランド丹波口駅八尾市の大阪流下都市拠点など市街地再開発事業とは別に 法定手続きを取る必要がない再開発を任意再開発と呼んでいる。これらには有料建築物等整備事業などの都市計画制度を利用した再開発や新択事業の手法など仮種別は都市再開発に含まれている。任意型は都市再開発法に基づいて手続きを取り実行する市街地再開発事業とは異なり、 都市計画決定等の法的手続きは要しない。石点と呼ばれ、法定手続きなどを取らないで、契約だけで再開発ができる任意の再開発は、法定再開発の場合の面積は広く、相手にする知見者の数が多くなって困難な場合も多く生じるという点と違い、面積的に小規模で、知見者数も少ないものが大多数であるという特徴がある。中国やアメリカなど、 世界的に多いのは、買収額が重要となる、全面買収方式で、権利返還などの選択肢の多い合意形成を伴う、再開発は日本独特であるが、任意型の再開発は等価交換を基本としている。知見者全員の合意が必要となる一方で、手続きは勘弁であって、一定要件を満たして補助金も得られる場合もある。有料建築物等整備事業とは、 市街地に良質な住宅建物の供給促進を図ることで市街地の環境改善を行う任意型とし再開発事業の代表的なもので国の有料建築物等整備事業制度要項に基づき行わる市街地の環境改善や市街地住宅の供給等を推進するため土地利用の共同化高度化に寄与する有料建築物等の整備を行う 一定割合以上の空地確保などの優れた建築物等の整備に対して共同通行部分や空地の整備補助を行う。共同化や市街地環境形成、マンション建て替えなどの有料再開発型、住宅複合利用や有料住宅供給などの市街地住宅供給型、既存ストック活用型、耐震型の4つの類型がある。一定要件を満たす。 民間再開発に対しては、国と地方公共団体が必要な助成を行う制度となっており、事業例としては、橋本六丁目 D 地区有料建築物等整備事業、コンフォートホテル岐阜有料建築物等整備事業、概要、サンパティオ大町、旧通商産業省の商店街、パティオ事業都市の有料建築物等整備事業の合併施行、 稚内含みな都市場稚内第一、含みな都地区有料建築物等整備事業、ザモール仙台町町、長町七丁目西地区有料大建築物等整備事業、仙台市などがある。特に有料建築物等整備事業による、小規模な再開発事業によるものは、現在、中心市街地の再開発においても、多機能公共公益 民間商業利便性複合施設整備といった手法で多く進められている。民間活力を活用した簡便な手続きによる再開発事業を支援するため、平成10年5月の法改正により創設された再開発事業制度に認定再開発事業がある。これは、 都市再開発法129条の3に基づいて認定した市街地再開発事業を除いた再開発事業計画に係る再開発事業を言う。制度の特徴は、高度利用地区といった都市計画決定を経ずとも、当該市長が認定した再開発事業計画ならば、事業に監視税制特例を与え、任意再開発事業を有料なものに誘導しようと、 するところにある。策定した再開発事業計画外定の基準に合致すると、有料事案として、当該市長の認定が受けられ、税制の特例措置が受けられるが、その認定条件は、すべて都市再開発法第129条の3に、基準が規定されている。概要は、事業区域が都市再開発方針2号地区内にあり、対価建築物等が2分の1以下、 土地の利用状況が著しく不健全なこと。建築物等の整備計画については、都市再開発方針2号地区の整備または開発の計画の概要に属したもので、地界を除く回数が3以上の対価建築物、建築面積が200平方メートル超で、容積率が指定容積率の3分の1以上、憲兵率が指定憲兵率のマイナス10%以下であること。 公共施設が必要な位置に適切な規模で配置されていること、事業計画が当該区域の都市計画に適合していること、都市機能の更新に貢献するものであること、事業機関が事業を確実に遂行するため適切なものであること、事業者が事業を遂行するために必要な経済的基礎及びその他の能力が十分であることが挙げられている。 基本的に多くの知見者が集まる再開発は時間もかかり、採算性が悪い場合も多い。このため一般に再開発者側の考え方として、まとまった土地が得られかつ権利関係も複雑でない土地から開発を始めおき、開発が一巡し、問題の土地利権がクリアになってから再開発を行おうとすることが多いが、お伏せ町で実施されたお伏せ方式は話し合い型で、 進めた10日交換任意再開発の代表例で、1982年から、話し合いから開始し、1987年頃に、完了している。権利者同士で十分納得を得るために話し合いに2年ほどかけ、仮設住宅など作らずに、順繰りと事業を行い、事業完成までには3年費やしている。任意の再開発事業は他に、規制市街地等において、 有料な民間の再開発を促進するため、税制の優遇措置を適用する特定民間再開発事業と特定の民間再開発事業、租税特別措置法施行令のただしによる特定の民間再開発事業等の認定がある。前者は土地、建物などを譲渡した個人または法人が当該事業で建築した中高層対価建築物等もしくは 当該事業の施行地区外で一定の土地、建物を取得した場合、一定の要件のもとで、所得税、法人税の課税繰り延べに関する特例の認定制度で、後者は一定の要件を満たす、任意再開発事業のため、長期保有資産である土地、建物等を譲渡した者に対し、その譲渡にかかる所得税及び住民税に軽減税率が適用される制度である。 両者とも都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件を満たす場合に適用される税制上の措置という上では共通で、適用条件も地上4階以上の中高層、対価建築物、施工地区面積が1000平方メートル以上、都市施設用地、または一定の空地の確保、地区内の従前権利者が2人以上という要件すべてを満たす必要がある。 特定民間再開発事業はこの他にプラスして、15の知見者が、従前権利者を含む2人以上の共有が必要となる。都市再開発と類似の用語に、都市再生がある。日本で実施されている都市再生プロジェクトは、都市再生本部が都心における重要な政策課題、全国都市再生モデル調査で明らかになった課題と、都心再生取り組みの展開等の中から、 重要かつ緊急に取り組むべきものを選定し、その事業を推進するもので、様々な都市の課題ついて、内閣府を中心に関係省庁、地方公共団体、関係民間主体が参加、連携し、総力を挙げて取り組むプロジェクトである。代表事例に、国際文化公園都市、ニューザ川崎、第一種市街地再開発事業として、都市公団が施行。 神戸医療産業都市構想、指的クラスター創生事業としても、京成成田空港線、第2次決定、横浜環状北西線、第2次決定、寝屋川大東線沿線の密集市街対策、第3次決定東京大学柏キャンパス地域、大学と地域の連携、共同による都市再生の推進、北千葉道路計画早期具体化、都営地下鉄浅草線、 首都圏の空港アクセス緊急改善対策などがある。都市再生と単に呼ぶ場合、指定された地域における都市再生に関する事業を指すことが多い。これには都市再生特別地区、都市再生総合整備事業等が具体的な事業としてあるほか、都市再生ファンドが設立されている。都市再生特別地区は都市再生特別措置法第十六条に、 規定される地区で同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において土地の合理的かつ健全な特別の高度利用と都市機能の更新等図、当該地区の特性に応じた用途や高さ、配列、形態を備えた建築物の建築を誘導するために各都道府県の都市計画により定められる。同地区では用途地域における規制を受けない。また、 都市再生総合整備事業は、国土交通省住宅局による都市における面的整備に対する補助事業で、旧工場跡地や衰退している、規制市街地の再生際して先行的投資を行い、地域再生の引き金となる事業に対し補助が行われる。総合整備型と拠点整備型の2タイプが用意されている。都市再生特別措置法は、近年における、 経済社会の構造的な変化、国際化の進展などに対応し、都市の再生を図るために制定された。2002年6月から施行され、都市再生に関する基本方針の策定を行うと、同時に都市再生緊急整備地域を指定し、同地域内の都市計画の特例、金融支援等の処置を行うことで、地域における新たな計画や事業を支援することが可能となった。 都市再生土地区画整理事業とは、空洞化が進行する中心市街地や防災上危険な密集市街地など都市基盤が貧弱で、整備の必要な規制市街地等において、道路整備など都市基盤の整備と合わせて、外区の再編を行う土地区画整理事業。国の一般会計による補助事業で、補助金交付要項としては、都市再生推進事業制度要項。 平成12年3月24日付建設省、時計第35から2号及び都市、再生推進事業費補助交付要項、平成12年3月24日付建設省、時計発、第35から3号の規定に基づき実施する。土地の有効利用を促進するとともに、安全で快適な、活力のある市街地への再生、再構築を行うことを目的としている。 なお、国の都市再生事業とは、一般に、同事業と、被災市街地復興土地区画整理事業、緊急防災空地整備事業から構成される。道路整備特別会計による補助事業では、都市計画道路の整備に特化させているのに対し、都市再生事業は、市街地環境の整備改善を図るための事業制度であり、他の特別会計との併用を可能としてある。 阪神、淡路大震災の教訓を受け、平成8年度に創設されたが、現在は前日の都市、再生土地区画整理事業制度に組み込まれている。今まで全国で実施されてきた土地区画整理事業より規模が小さいが整理事業の総称で、道路、公園等の公共施設の整備水準が低い木造、密集市街地等を対象として、防災性の向上を図り、 安全な市街地を形成するのを目的に創設。この制度により、個人志向や組合志向で小規模なものであっても、事業が実施できるとして、事業の実現性が増したことから、近年、注目されている、規制市街地の整備手法でもあり、次のような種類がある。公共施設整備よりも、あくまで敷地の整助に主眼が置かれている。これは、一定の都市基盤整備がすでになされている。 規制市街地内で、空き地、駐車場等の小規模かつ不整形な定味利用地が散在し早に土地の有効利用を図ることが必要と認められる地区において相互に入り込んだ少数の敷地を対象として、その制御を図り、土地の有効高度利用を実現することを目的にしているからある。この制度を適用する事業については、その趣旨に鑑み、 土地区画整理法における公共施設の新設、変更の解釈や同法施行規則で規定されている技術的基準を弾力的に運用できるとされ、小規模な敷地レベルの事業を実施可能にしている。駅前再開発は密集した市街地にある強小な駅前の道路を拡張して、ロータリーやバスターミナルなどとして用いられる。 駅前広場の確保のためなどに行われるケースも多く各地に見られる事例である。駅前近くにある大規模な敷地、工場跡地等の再開発や震災などの災害からの復興として行われるなど様々な事例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。